こんにちは、インセルです。もうなんかまだまだ寒くなってきてね、全然この間暖かくなったのにもうまた気温下がってね、鼻炎がちょっとひどくて、それで急な温度変化というか、季節の変わり目本当に弱いんで、別にそれはみんなそうなんですが、もう私は特にちょっと苦手意識が強いと言いますか、もう鼻炎がもうひどくて、もうこれティッシュ買ったりしてね、はい、遊戯王のね、パック予約届いてね、2月下旬に届くっていうプレミアムパックでしたっけ、毎年出てるんですが、今回はジャンプフェスタがなかったんで、完全にネット販売、受注販売というか、それのみで、私予約して、で買ってね、欲しかったデッキ用のカードとね、その中に1枚だけシークレットレアってのが貼ってるんですが、なんかトップレアらしくてね、これ1枚2万円ぐらいするんですよね。だから3000円で買ったのが2万円になったんでいいかなと。別にすぐ売ったりはしないんですよ、私は。転売屋が今めっちゃ出てるんでね、遊戯王も。ちょっと前にポケモンカードで、転売屋がもうものすごい大量に押し寄せて、もう品薄状態だったんですがね、メーカー側が、大量というかね、いっぱい吸って、それで解決したというで、今はもう遊戯王にめっちゃ流れてきて、こういうの、これ受注センサーの大丈夫だったんですが、この間行ったレアリティコレクションみたいな、そういうコレクター向けの商品はもう全滅ですね、すぐに。一般販売がないんで、今回。整理券配ったんですが、前は。もう今回は、そういうのなくて、予約販売のみという形で、手に入らなくて、その後のアマビエ、っていうその有名 なんか妖怪がいますが、それをモチーフにしたカードがありまして、それもちょっと無料配布みたいなパック買った人に、別に強いカードでもないんで、別に価値があるわけでもないんですが、もうそれですらそのなんかそういうのを転売する人が湧いて、もうすぐ全滅で、私手に入りませんで、結局、はい、結局手に入らずじまいで、転売屋も行けませんがね、やっぱ一人で何枚も持っていく人も私よくないと思ってるんで、結局手に入らなかった人も多いという感じで、もう今完全に転売というかそういうのに目つけられてる状態、遊戯王は。そういう感じで今大変ですがね、なんとかやってくるみたいな感じで、なんかね、ポケモンも今割れてるみたいで、ポケモンね、ウルトラサムーンまでは対戦やってたんですが、それ以降はやめてしまって、もうスイッチも買ってないですし、他の遊戯王一筋で行ってる感じなんですが、それまでは結構やったん でダイヤモンドパールがリメイクされるって感じで、2006年発売で、私はもうそれすごい思い入れがあるんですが、別に特にもう やめてるってのもあって、リメイクも別に求めていなかったんで、ただ今すごい荒れてるんでね、界隈が、思ってたリメイクと違うみたいな、ポケモンってもうリアル闘神になったんで、そのキャラクターとか、それの感じでリメイクが出るのかなってみんな勝手に思い込んでたらしくて、かなり元のその二闘神、ポケモンってそういう二闘神キャラがドラクエみたいな、あんな感じで、昔のドラクエみたいなね、そういう感じでリメイクされたんで、はい、結構いろいろ賛否両論があるのかなと、はい、そもそもゲームフリークが作ってるんですが、ポケモンで今回は違うらしくて、外注という感じで、はい、ゲームって基本的にそうですからね、ドラクエも別にスクエアエニックスがドラクエ作ってるわけじゃなくて、あれ販売元なんで、5とか1、2、スーファミのはチューンソフトで、不思議のダンジョン作ってたとこですね、はい、多分感じ的に似てると思うんで、グラフィックとかその音源とかがね。で6からはもう全然すごいクオリティ上がって、ハートビートでしたっけ、ハートビートだったかな、うん、ってとこが作ってて、で、8がレベル5みたいな感じでね、はい。結構、メーカーが違うみたいな。ゲームによって全然雰囲気違うっていうのは、そのせいですね、はい。ナンバリングな、同じなのに。ナンバリング、3から4になった瞬間に、みたいな、全然変わったっていうのはね、だいたいそういうのが変わったりするんで、はい。そういった感じなんですよね。スイッチも今のところ買う予定ないですね、結局。季節の変わり目も神経痛も相変わらずひどいですけどね、鼻炎も嫌なんで、ちょっと、徘徊でもそのうち行きたいなと早く、思ってますね、はい、そのとこですね、というわけでね、ちょっとあったかくなったらとりあえずまたね、もっと
精力的に活動したいなと、はい、思っている所存です。はい、というわけでした。